ブログへの思い、市川海老蔵。スタッフに勧められたブログ、歌舞伎界の花形役者として日本のみならず海外からも熱い視線を集める市川海老蔵さん。名門市川宗家の伝統を受け継ぎ、華々しく活躍する一方、飾らない笑顔を見せるブログが大好評だ。海老蔵さんは、ブログはスタッフに勧められて始めたので、最初は積極的に書こうとは思っていませんでした。でもやってみたら楽しかった。そして徐々に更新回数が増えて、今では一日平均20数回、一日24時間ですから、1時間に1回更新するつもりで書いています。ブログには歌舞伎公演に臨む決意や、その舞台裏、家族との温かい触れ合いが綴られている。2013年4月から毎日更新を欠かさず、今年2017年8月にはブログの読者登録数が200万人を突破し、誰もが認める芸能界きっての人気ブロガーに。海老蔵さんは、ブログは過去の心情や子供の成長を振り返ることができるのがいいですね。内容はその時感じたことをそのまま書いています。何を書こうかと構えていたら、ブログを続けることがつまらなくなっていたと思うんです。自分が楽しいと思う気持ちが、読者の方にも自然と伝わっているんじゃないかな。ブログによって歌舞伎を見に来てくれるお客様の層も明らかに変わったし、結果として仕事にもいい影響がありましたね、と話した。ブログやっててよかった、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。